レアシールはレインボー爆使用。おお、豪華そうだ。皆さんこんにちは、ひろげです。はい、今回の動画はこちら、ウマ娘プリティダービーのプリティダービー組、こちらを開けます。なんかここ最近ウマ娘の職がめっちゃ出てますよね。もしかしてなんですけど、アニメ3期出るんじゃないかな。いやーでもね、僕はアニメ3期よりシンデレラグレイをアニメ化してほしい。あれはめちゃめちゃ面白いのでおすすめします。まあ、名前の通りグミが入っていて、メタリックシールが1枚入ってます。パッケージには東海帝王とメジロバックインがいます。もう完全にアニメ2期ですね。そこにはラインナップが載ってます。シールは全部20種類で、うちレア5種類、ほぼ完全にアニメ2期のキャラクターがずらーっと並んでますね。レアシールはレインボー爆使用。おお、豪華そうだ。というわけで今回こちらを3つ買ってきましたので、3つ一気に開けます。最近アプリでゴールドシティが出たので、このシールでもレアは出てほしい。ちなみに欲しいのはメジロマックイーンです。あー、ちょっとシール傷つけたくないのでこのまま開けます。では1つ目開けます。じゃあ行きます。せーの、よっと。ああ！いきなりメジロマックイーン来た。ええー、これ結構僕持ってるかもしれない。はい、なんといきなり1枚目でメジロマックイーンが出ました。わ、嬉しい。で、裏は、あ、裏は説明が書いてますね。帝王とは自他共に認めるライバルであり、かけがえのない友人である。ああ。泣ける。もう、これね、アニメ2期見て、僕、めっちゃ泣いたんすよ。この二人の関係で。いや、もういきなりマックイーンが出たので、めちゃめちゃ嬉しい。では、2個目開けます。このまま東海帝王出てほしいな。それか、ライスシャワー。せーの、よっと。おー！スペッチャンだ！あ、あ、これが、レアシールなんだ。うーわ、めっちゃ、めっちゃ輝いてるし、すごい映る。おぉ、これ完全に開封者殺しですね。あ、僕は顔出してるんで全然いいんですけど、これ顔を出してない人は地獄ですね。うわ、めちゃくちゃ映ってる。うおー、これがレアシールなんだ。すごい。で、裏面はこのようになってます。彼女こそが日本総大将スペシャルウィーク。おぉ、かっこいい。では最後3つ目開けます。せーの、よっと。おー、鈴鹿だ。1期と2期の主役2人が出たので、めちゃめちゃ嬉しいです。はい、3枚目は、サイレンス鈴鹿が出ました。裏はこのようになってます。あ、裏ちょっとネタバレになっちゃうな。はい、3つ開けた結果はこのようになりました。メジロマックイーン、スペシャルウィーク、サイレンス鈴鹿でした。このシールめちゃめちゃいいぞ。うわー、これ僕3つ買ったんですけど、あと2つ買えばよかったかな。では、グミも食べます。ちなみにグミの味はフルーツミックス味です。なんか意外と入ってるな。じゃあこの定鉄いただきます。あー、普通に美味しい。はい。あ、これ僕結構好きだわ。僕結構フルーツ牛乳とか好きなので、これすごい美味しい。じゃあ、人参いただきます。あー、人参も一緒ですね。はい、ということで、ウマ娘プリティダービーグミを開けてみました。いや、これ僕てっきり2回続くかなって思ってたんですけど、まさか一発目で一番欲しいメジロバックイーンが出たので、あ、これどうしようかな。2回目やろうかな。はい、以上、ひろげーでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。